クリス・ボッティ、クリス・ボッティは、アメリカオレゴン州ポートランド生まれ、コーバリス育ちのフュージョン界のトランペット奏者。幼少の頃より、クラシックピアノの講師であった母親の影響で、ピアノを弾き、10歳でトランペットを始めた。マイルス・デービスに影響され、トランペッターとしての道を進む決意をし、高校時代よりプロとして活動するようになる。ピーター・ガブリエルなど、ロックミュージックの影響もある。 インディアナ大学に進学、テナーサックス奏者のジョージ・コールマニア、トロンボーン奏者のデーブ・ベイカー、ベース奏者、デビット・フリーゼンラに指示。卒業後の1986年に拠点をニューヨークに置き、ウディショーからトランペット奏法を習った。ポップス、ロック系のプロデューサーであるアリフ・マーディンとヒュー・パジャムに呼ばれ、セッションミュージシャンとしても活躍するようになった。ボブ・ディラン。 アレサ・フランクリン、チャカ・カーニア、ジャズ・ミュージシャンでは、クリス・ハンター、デイビッド・マン、ローランド・バスケスなどと共演をしている。1990年になると、ポール・サイモンのレギュラーメンバーとして、ツアーにも参加した。マイケル・ブレッカーとも親交が深く、ブレッカー・ブラザーズのアルバム、アウト・オブ・ザ・ループにて、編曲と、プロデュースで関わっている。1995年にファーストアルバム、 ファーストウィッシュをバーブレコードから発表。1996年のアメリカ映画、取り壊れてでは音楽を作曲提供している。1997年にアルバムミッドナイトウィズアウトユーを、1999年にスローイングダウンザワールドを発表。同年にはスティングと出会いメインソリストとしてブランニューデーツアーに参加した。また、この頃にビルブルーフォード。 トニー・レビンらと共に、ブルー・フォード・レビン・アッパー・エクストリミティーズとしても活動している。2001年にコロンビア、ソニーに移籍し、アルバム、ナイト・セッションズを発表。2002年にはクリスマス企画アルバム、ディセンバーを発表した。このアルバムでは自らボーカルを務めた楽曲も収録している。2003年に、サウザンド・キッシズ・ディープを発表。2004年発表の、 ホエアイ、フォール・イン・ラブでは、スティングと、ポーラ・コールをゲストに迎えている。2005年発表の、トゥ・ラブ・アゲインでは、スティングをはじめ、ジル・スコット、グラディス・ナイトなど多くのゲストを迎えている。2008年のクリスマス CD では、チェリストのヨーヨーマとコラボ演奏を披露している。2012年発表のアルバム、インプレッションズで、グラミー賞最優秀。 コンテンポラリーインストゥルメンタルアルバム賞を受賞。ありがとうございます。